皆さんこんにちは。今からデコ巻き寿司を作ります。今日作るデコ巻き寿司はハートのクマさんです。では皆さん一緒に楽しく作りましょう。耳二つあるよね、そうね、茶色を置きます。でもいきなりここに置くんじゃなくて、自分の手の中で棒状にします。こうして、でもあんまり握ってご飯潰さないよね。ここの海苔の上でするよりね、手で先にしてください。この長さまで取っていきます。こうして、でここ。あら、でも見て、ここ足りないよね。じゃあもうちょっと、デコ巻きの時によくご飯がこうなってるのね。じゃなくて全部均一に同じご飯が来た方がいいです。わかる？ここ少なめじゃなくて、ここと同じぐらいの厚さにご飯がちゃんと来ます。でもね、ここでね、もう棒状にするの。丸くね、くるくるって巻いた時に、最後の巻き終わりのところにご飯粒つけてないと海苔と海苔が離れるんです。だからここのでここのね、茶色のご飯粒をね、1、こう取っていいから潰します。ほら、すごく潰してるよ。で、くるくるって巻いていたらつきますね。はい、最初ちょっと立ち上げて押さえながら巻いていきます。で、形がこんなに楕円形とかなっても、この上でこう転がしてください。手の上でもこう丸くないと分かるよ ね。で、ここの巻き終わりのところを下向けてこう入れて、のりの4分の1のところに置きます。でもちょっとちっちゃいんだけどね。で、それをくるくるって巻いていきます。で、巻き終わりはやっぱりのりをご飯つけないと。その時ね、どこのご飯とってもいいです。ちょっと最初ね、こう押さえとくとね、チーズかまぼこと海苔がしっかりくっつきます。ほら、どう？ほらね、こうすると巻きやすいです。じゃあ巻いていきます。ほら、見て、転がせばいいので、海苔のここのね、とこまで来ますよ。はい、巻けました。2分の1の海苔を、じゃあ裏と表があるけど、ザラザラを上に向けましょう。はい、チーズをこの真ん中に置きます。で、これが 60g。 これをここにこうかぶせるんだけど、いきなりポンと置いたら難しいんだよね。だからさっきの耳と一緒で、大体こう伸ばしてあげて、手の上でするのが難しかったらね。じゃあこれをそーっと持って、ここの上に乗せます。まあ乗せたいよ。で、幅がこれぐらいになるよね。何センチかな、4センチぐらいかな。で、こうして、その時に、さっきお耳の時に言ったように、ご飯がここだけたくさんあって、ここないわね、ないんじゃなくて、同じようにご飯の量を同じにしましょう。こうね、かぶせます。海苔だけじゃなくて、巻き簾を持って海苔をくっつけてます。じゃあこっちも手を入れて、しっかり締めましょう。はい、じゃあくっつけます。ご飯のせる部分はもうザラザラの分だからね、こっちが上がいいんだよね。ピンクの一番大きいご飯を取ります。 100g ですね。これを広げます。じゃあどのように広げるかっていうと、右端を5センチ、こちらを1センチ残して、全部ご飯広げます。1センチ5センチ残したいから、ご飯粒で印つけるの。ここからここの間にご飯伸ばします。じゃあちょっとずつ置きましょう。こうしてね、ちょっとずつね、海苔が見えちゃうよね、まだらになってるので、これを均一に伸ばしていきます。海苔のギリギリまでご飯が1、2粒ちゃんと来てください。こうして、それがうまくいく秘訣です。じゃあできたら、この上に乗せようかね。この海苔の真ん中じゃなくて、ご飯の幅の真ん中
だいたい一緒だよね、この長さが。ここに置きます。割り箸が真ん中にあります。じゃあ割り箸を挟んでちょっとこれぐらいにしてちょっと押さえましょう。でも押さえた時にギュッと押さえて楕円形にならないように。耳を置きましたよね。じゃあお顔を置きます。じゃあ次にこことここに 10g のご飯を置きます。置くけどちょっと押さえてね。はい。であとはここに乗せるのね。さあもうこれで出来上がりになります。手を入れて手をここで押さえて、でも力入れないんだよ、ただ添えてるだけです。いい？でこう上げます。巻きすも持ってあげます。でここまで来ます。ここまで来ました。でここ三角になっているので三角にこうします。三角に、ただゆるってするんじゃなくてちょっと締め加減でぐってきます。そしてパッタンとします。一応ここ丸くなったけどぎゅって押さえます。三角にします。でもなんかここが浮いてるよねって思ったら押さえてもいいし。でご飯切るときに濡れてないといけません、うん、ご飯が傷まないように酢味噌を入れます。適量入れます。真ん中切ります。はい。じゃあ切るときにつけます。どう？濡れてるよね、真ん中ね。その時にギコギコして、でもね、あ、動かなくなるの。ご飯がつくんです。ベタベタしてもう動かないの。それをいつまでも一緒に切っていたら断面が綺麗なクマじゃならないので、ギコギコってこう綺麗にしてください。ほら、ご飯粒取れたでしょ。じゃあいきます。さくまちゃんどうかな、下までちゃんと切れたかな。でこの時に手で押さえてるからハートの形になってない時があります。でも切って上向けてハートに自分で作りましょう。ちょっとここの先にご飯ちょっとつけるとほらこうくっつくからね。じゃあ目をどういう位置にしようかなっていう時に、案外離れてる方が可愛いかもしれないよね、目が。ちょっとこうね、そしてちょっとまたご飯粒つけて、皆さん負けましたか。作って楽しい、食べて楽しい手こまき寿司です。たくさんの絵柄があります。皆さんどうぞ楽しんで作ってみてくださいね。